冑の写真で面白いデザインのものを見たわ。変わり兜の甲冑もあるからな。どういうものだった？これよ。四角いイカのような形をした兜よ。ああ、それは一の谷型の兜だな。何それ、一の谷って源平合戦の？そうだ。あの源の義経が平家を破った一の谷の戦いの断崖をイメージした兜だな。なんで一の谷の戦いなの？一の谷の戦いは、要衝を抑えて有利な布陣をした平家の大軍を、義経軍が少数ながらまさかの断崖を下ることで打ち破った大逆転勝利だった。そのため、不利でも勇敢に戦い勝利を得ようという武将の意気を表す兜だな。そうなんだ。イカのような装いで相手を威嚇することを狙ったのかと思ったわ。イカで相手は恐れないと思うがな。でも、セミからバルタン星人が生まれたんだから、イカから怪人が生まれても不思議ではないと思うわ。ウルトラマンは戦国時代では通用しないからな。でも、この甲冑って黒田長政が着用していたのね。黒岳って水牛の角のイメージがあるから意外だったわ。おう、詳しいな。この一の谷の甲冑は、長政が関ヶ原の戦いの時に着用していたものだぞ。天下分け目の戦いに臨んだ甲冑だったのね。そうだ。そして、これを着用して臨んだ長政には、恩人への思いがあったと思っているんだ。何か面白い逸話があるのね。それを今回は話をしようか。面白そうね。ゆっくりしていってね。黒田長政は幼い頃に命の危機が訪れていたんだが、それは知っているか？え、黒田官兵衛の元で恵まれて育ったんじゃないの？違う。黒田官兵衛は播州の豪族、小寺政元に仕えていた。その小寺政元が織田家に侵入することになったんだ。官兵衛が小寺家を説得して、織田家に侵入させたんだ。そして、官兵衛など小寺家は羽柴秀吉の配下に加えられる。そうした場合、小寺政元は人質を織田家に送ることになるんだが、政元の子供が病弱という理由で、人質は官兵衛の子供だった長政が送られることになるんだ。それで通用するの？したんだ。というよりも、秀吉にとっては小寺政元よりも黒田官兵衛が味方になった方が嬉しかったんだ。阿賀合戦で、500の兵で5000の毛利勢を撃退するなど、希望の将を陣営に加えられるわけだからな。そこで、黒田官兵衛は秀吉の参謀だった竹中半兵衛と知り合うんだ。秀吉の二大参謀が揃ったのね。この二人の活躍もあって、秀吉の播磨進攻は順調に進んでいく。しかし、播磨に影響力を持つ豪族、別所長春が信長に反旗を翻し、それを毛利家が支援した。この事実は大きく、播磨の諸勢力は毛利側に組みして、中国地方の情勢は信長や秀吉には困難な情勢に陥った。そのために、秀吉は一時的に姫路まで撤退せざるを得ないほどだった。中国地方ほぼ全土が、一気に信長の敵に回ってしまったのね。そして織田家にとって衝撃的な情報が届くんだ。それは、摂津有岡城にいた信長の重臣、荒木村重が、信長に謀反を起こしたという情報だった。このままだと、秀吉は孤立状態に陥ってしまう。この村重の説得役を買って出たのが黒田官兵衛だった。官兵衛は村重と親交があったんだ。でも、信用できるのかしら？信用したんだろう。そして、官兵衛は有岡城に入ったが、そのまま帰ってこなかった。そして、官兵衛の主君だった小寺政元も秀吉を離反し、反信長陣営に回ったんだ。これをもって、信長は官兵衛も謀反に加担したと判断し、秀吉の元にいた人質の長政の殺害を命じたんだ。長政は危なかったのね。その長政を救ったのが、竹中半兵衛だった。半兵衛は、官兵衛の人間性も知っていたんだろう。官兵衛が信長を、秀吉を裏切ることはないと信じていた。そのため、半兵衛は信長の命令に反して、長政を処刑したことにして密かに自分の領地で長政をかくまうんだ。もしバレたら、竹中一族中滅もある危険な行為だった。そこまで半兵衛は、官兵衛を信じていたのね。そして、一年半後、有岡城は落城した。落城後の城の地下牢で官兵衛は幽閉されていた。決して村重に振らなかった抵抗の証だった。その代償として、官兵衛は二度と満足に歩けない傷を負っていた。官兵衛は息子が殺されたとも聞いていたのに、振らなかったんだ。解放されても、そこに跡継ぎと期待した嫡男の長政はいない。そう思っていた時、秀吉の陣営で官兵衛は長政との対面が叶うんだ。黒田親子ともども半兵衛には感謝の思いよね。でも、その親子の対面の場にいるべき半兵衛はいなかった。有岡城会場の前に、半兵衛は病死してしまっていたんだ。
そうだったの？しかし、その後官兵衛は、秀吉の参謀として地方の限りを傾け、秀吉の天下統一に貢献していくんだ。そして、長政も秀吉配下の期待の若武者として活躍をしていくんだ。しかし、長政はあることで同じく秀吉配下の福島正則と対立してしまうんだ。その原因は酒だった。酒なの？そうだ。黒岳から使者として福島家に行った重臣の森田兵が、正則のところに行くと酒宴の最中だった。田兵は酒を勧められると仕事だからと断った。すると酔った正則は俺の酒が飲めないのかと言った。ああ、典型的なパワハラあるハラね。そして、田兵たちに対しても、黒岳の武士は酒も飲めないつまらぬ連中ばかりかと正則が言ったら、田兵も引き下がれなかった。そこで、黒岳の名誉にかけて、黒岳にも武士がいる。酒であなたには負けないと言い返し、正則と酒の飲み比べになった。負けたら田兵は黒岳の名誉のために切腹しなければならない。そこで田兵が勝ったら、福島家の家宝である日本郷の槍をくれるように要求した。正則も酔ってたし、引き下がれなかったんだろうな。承諾して酒飲み勝負が始まった。そして、田兵が勝ったんだ。正則は半分出来上がっていたのに勝負したんでしょう？田兵も強かったんだろうし。そうだな。冷静に考えれば、な。しかし、勝負に負けた正則は、正気に戻るととんでもないことになったと気づいた。そこで長政に、槍、返してと頼むんだ。こうした人間臭さが正則の魅力でもあるし、弱さでもあるんだが、長政は断ったんだ。田兵が黒岳の名誉のために命を懸けて臨んだ飲み比べで獲得した槍だ。長政も返せとは言わなかったんだ。それで、正則の申し出を断り、黒岳と福島家は不和になった。多分正則に非がありそうだけど、しかし、有力武将同士の不和は影響が大きい。そこで、竹中半兵衛の弟の竹中重俊が仲裁に入った。そこで、両家同士で贈り物をし合って和解することになったんだ。この縁で、福島家にあった竹中半兵衛の着用した一の谷兜の甲冑が黒岳に送られてきたんだ。長政にとっては感無量だったろう。何せ命の恩人の遺品だからな。で、黒岳からは日本郷が、いや、そうじゃない。長政が愛用していた水軍の脇立の甲冑が送られた。そこは違ったんだ。名誉を重んじるのが武家だからな。その名誉を命を懸けて守った田兵に返せは言えないだろう。周囲も正則の酒癖の悪さを知ってただろうから、誰も長政を非難しなかっただろう。正則も受け入れていたようだし、関ヶ原では部門担当として協力して戦っていたしな。そうね。そして、その恩人の甲冑を着用して天下分け目の戦いに臨んでいったのね。そうだ。その前に長政は敵陣営の切り崩しを行っていた。その長政のつながりで吉川広家、小早川秀明の調略に成功したんだ。まさに半兵衛や官兵衛のような仕事ぶりだと言えるだろう。その天下分け目の戦いに、長政は恩人の甲冑で臨んだのね。そうだ。しかも、家康は福島正則の去就に注視していた。西軍が秀頼を担ぎ上げた中で、正則や加藤清正らが西軍につけば戦い自体が難しくなる。そこで、長政は家康にこう答えた。正則と石田三成の不仲は相当なもの。正則が三成に組みすることはありえないと断定して、家康を安心させているんだ。この問いをすること自体、長政は家康からの信頼を得ていたのね。そうだな。半兵衛や官兵衛のように、長政も家康に天下を取らせようと思っていたのだろうな。その姿を天にいる半兵衛に見せたかったのかもしれないわね。そうかもしれないし。常に傍らにいて欲しかったのかもしれなかったのかもしれないな。長政の甲冑にはそんな思いがあったのね。誰でも一つはあるだろう。物にはその人なりの物語がある。その物語を知らない人からすれば変哲のない代物でも、知っている人からすれば重要な意味があるというものがな。そうよね。例えば知り合いには、父が成人式の時に作ってくれたスーツがあったんだが、いわゆるリクルートスーツとは違ったんだ。そこで、彼は就職活動の最終面接にはあえて場違いな父のスーツを着ていった。それが原因で落ちたところもあったかもしれない。だが、ある中小企業では社長さんが最後に、他の学生とは違う毛色のスーツで着た理由を尋ねたんだ。ほうほう、待ってましたの質問だな。そこで彼は答えたんだ。そのスーツが、父が成人式で将来就職活動でも使えるように買ってくれたことを、
でも、父が選んだので、決してこんなど汎用性の高いものではなかったことを。そして、そのスーツが図らずも父からの最後のプレゼントになってしまったことを。だから、最終面接にはこのスーツを着て行っても入社を許してくれるところに入りたいと思っていることを。面接室の空気は一変し、涙ぐむ役員もいたようだ。すごいいい話じゃない。そうだろう。気にしなかったら変わったスーツで臨んだやつで終わりだ。でも、そこにはストーリーがある。そこを掘り下げると、こんな感動的な動機がある。このような新婚で優秀だったら採用したくないと思う会社なんてないだろう。そうね。彼はその会社に入ったんだが、最初から会社の部長たちなどから好意的に接してもらえたらしい。大体がこのある親世代だからな。厳しくもされつつ、愛情を持って鍛えてもらっているらしいぞ。最後もいい話じゃない。ものにはストーリーがあるという話だな。長政の甲冑にもこんなストーリーがあったという話だ。私も他人のものに批判的になるのはやめるわ。自分でこうだというアピールをすることはなくても、ものにはその人なりの思いが込められていることがあるからな。自分の物差しだけで測ってそれを批判することはしたくないと思っているんだ。まさか現代にも通じる話があるとは思っていなかったわ。それが歴史の奥深さだな。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。